与党の要を担います西田誠、公明党公認、自民党推薦候補として戦います。西田誠より渾身のお訴えでございます。皆さんこんにちは。お忙しい中、こんなにも多くの皆さんお集まりをいただき、地元の槙原英樹大臣、そしてなんと安倍晋三内閣総理大臣にも応援に駆けつけていただきました。本当にありがとうございます。見事に雨も上がり、お天気となりました。いよいよこれからが戦いでございます。西田さんと青春さんとこの熱い場で何としても復活となります。ご家族のよろしくお願いします。皆様にお支えをいただき、私西田誠、これまで2期10年にわたり国政で仕事をさせていただいてまいりました。その思いは苦しんでいる方や困っている方々に寄り添って、そうした方々が支える方々を一つ一つ丁寧に解決していく、それが政治の本質だと思って取り組んでまいりました。これまでの国会質問は200数十回、そして議員自らが選定する議員立法は5本を選定させていただいてまいりました。その一つが預金者保護法であります。皆様がお持ちの銀行のキャッシュカードが盗まれたり偽造されてしまって、一生懸命貯めた預金が一夜にして残高ゼロになってしまっても、その預金者保護法ができたことによって、今では原則金融機関によって保証が受けられるという、10年前の日本とは全く違う日本を作り出したのもこの法律なんです。与党の時代だけではありません。野党の時代、2期目の再選の3年は住民票の皆さんと連携をして野党として仕事をさせていただいてまいりました。その時の北村の東日本の大震災、私の友人で岩手の釜石で小さな自動車の修理工場を一番乗れることがおられました。ちょうどあの官邸一日の1週間ほど前、借金をしてようやく建てた新しい工場が津波で全部流されてしまった。もう一度その会社を再建しよう、そう思ってもすでに借金があるんです。借金の上にさらに借金を重ねなければ、いわゆるその二重ローンの問題を解決しなければ、被災地の中小企業がよみがえることも、働く場所がもう一度復活することもない。これを私は野党の議員として当時国会で何度も何度も取り上げたんです。しかし当時の民主党政権、全くこの問題を解決しようと動こうとしない。行政が動かないのであれば、政治の力によってこれを変えるしかないとの思いで、住民と皆さんと共に3人でこの二重ローンを解消する法案を議員立法させていただいたんです。しかし野党ですから、野党というのは少数なんです。数が少ないですけれども、これは必要な法律だ。与党の民主党議員にも説得してまいりました。与党出身の大臣のところにも直接行って日産して汗をかいて、この法律をどうやったら通せるのか、いろいろと協議をして、最終的に自民党公明党が少数だった衆議院でも、この被災地の中小企業を救済する二重ローン救済法案を成立をさせることができたんです。私は与党になってはもちろんですけど、野党になっても必要なもの、世の中を変えるために必要なものを一生懸命汗をかいて成立をさせるように頑張る、一生懸命努力、それこそが皆様の税金によって雇っていただいている国会議員の務めだと思うんですよ。野党だからといって単に批判している、単に反対している、実績は何かと聞けば反対する問題が実績の、そんな共産党の方が言われたくなるのは
ください。お帰り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 ください。お帰